宮崎市藩学校は、第二次世界大戦中の1943年に、宮崎県に設置された市藩学校である。本校は、宮崎県市藩学校、宮崎県女子市藩学校などの前身諸校を含めて、記述する。仮小学講習所、宮崎学校第一大区、小学市藩学講習所級、宮崎市藩学校宮崎県人場。 市販学校宮崎県市販学校宮崎県城市市販学校宮崎市販学校前身の宮崎県市販学校から引き継いだ現、宮崎市毛殿町の高地を使用した第二次世界大戦末期1945年の空襲で校舎を消失し戦後の授業開始時は川南村の軍施設を使用したが1947年9月に宮崎市に復帰した 旧男子部コーチは、現在は、宮崎大学教育学部附属中学校、宮崎大学教育学部附属小学校のコーチとなっている。前身の宮崎県女子師範学校から引き継いだ現、宮崎市仙会一丁目のコーチを使用した。1945年の空襲で校舎を消失し、戦後の授業開始時は、宮崎神宮町古館を借用した。旧女子部コーチは、 更新の宮崎大学学芸学部のコーチとして引き継がれ、同学部が1988年9月に現在の木花キャンパスに統合移転するまで使用された。救助支部コーチは現在は宮崎公立大学のコーチとなっている。宮崎県市通史編、近現代1260ページから263ページ。宮崎県市別編。 年表177ページ、宮崎市史百629ページ。市史も約50年前の編纂であり、今日の地名は定かでない。宮崎県史、通詞編、近現代百6 5 7ページ。以下、1897年頃までの記述は、同書656ページから665ページによる。宮崎県史、別編。 年表185ページ、宮崎県市、別編、年表185ページでは、宮崎郡下北方村、宮崎市633ページでは、宮崎町は違う。宮崎県市、別編、年表187ページ、宮崎県市、通史編、近現代1946ページ。以下、1915年頃までの記述は、 同百945ページから953ページによる。宮崎県市別編年表203ページ以下1928年頃までの記述は宮崎県市通史編近現代1205ページから1208ページによる。以下宮崎市続編775ページから776ページによる。宮崎県市通詞編 近現代1207ページ。宮崎県史、通史編。近現代20ページから12ページ。官報第7452号。明治41年5月2日。宮崎県大百科事典878ページから879ページは、第3代校長のみ名前を挙げていない。宮崎県大百科事典878ページから879ページに、 挙げられている校長は第5代まで。宮崎県大百科事典879ページに挙げられている校長は第3代まで。漢方第4865号、昭和18年4月2日。AB、漢方第5664号、昭和20年11月28日。ありがとうございます。